今からヨガニドラを始めます。ヨガマットなどの上に仰向けで横になり、手のひらは上に向けます。足は腰幅より少し広めに開いて、体が左右対称になるよう調整します。薄く畳んだタオルを頭の下に敷いたり、ブランケットを全身にまたはお腹にかけて、体が冷えないようサポートしましょう。小さいタオルで目元をカバーすると、より深くリラックスできます。準備ができた方は優しく目を閉じて、まずはご自分のペースで深呼吸をしてください。次の吐く息で自然な呼吸に戻します。肩の力を抜いて、自然と耳に入ってくる言葉に意識を向けます。最後まで目覚めた状態が保てるよう意図しておきましょう。ではここから体に意識を向けて、緊張とリラックスを繰り返していきます。では右足に意識を向けます。右足全体の重みを感じます。右足を床から5センチ持ち上げて、息を吸って吐きながら力を抜きます。左足に意識を向けます。左足全体の重みを感じます。左足を床から5センチ持ち上げて、息を吸って吐きながら力を抜きます。右腕に意識を向けます。右腕全体の重みを感じます。右腕を床から5センチ持ち上げて、息を吸って吐きながら力を抜きます。左腕に意識を向けます。左腕全体の重みを感じます。左腕を床から5センチ持ち上げて、息を吸って吐きながら力を抜きます。頭に意識を向けます。頭全体の重みを感じます。頭を床から5センチ持ち上げて、息を吸って吐きながら力を抜きます。全身の力が抜けて、心地よいエネルギーが広がっています。サンカルパ、あなたの決意を宣言してゆきます。サンカルパを具現化するために必要なものはすでにあなたの内側にあります。
まだサンカルパが見つかっていない方は、ベストなタイミングで見つかることを信頼し、リラックスしていましょう。では、心の中で静かに、あなたのサンカルパを3回繰り返し宣言してください。ゆったりと優しい呼吸が広がっています。安心と穏やかさに守られています。ではここからイメージの世界へと入っていきます。あなたの内側に宿る心の目を使って聞こえてくる言葉のイメージを思い浮かべてください。冬の朝、あなたは日の出を見るために大きな山がそびえる湖のほとりに来ています。雄大な自然に囲まれ、吐く息は白く、水面が風に揺れています。山の裾野からゆっくりと太陽が見えてきました。朝もやが太陽の光に照らされて、幻想的な風景が広がっています。ゆっくりと流れてゆく朝もやを見ましょう。太陽がさらに高くなってゆきます。太陽の暖かさ、光の強さを全身で感じます。太陽の持つすべてのパワーを受け取ることを意図しましょう。太陽が山頂と重なって湖に太陽の光の筋が現れます。太陽の光の道があなたに向かってしっかりと伸びています。ここでもう一度最初に宣言したサンカルパを思い出します。サンカルパに意識を集中させ、気持ちを込めながら心の中で3回繰り返し宣言してください。
では呼吸に意識を向けます。優しくゆっくりと胸やお腹が上下している場所に意識を戻していきます。自然でゆったりとした呼吸を観察します。では、体に意識を向けます。体のすべてが大地に優しく支えられています。安心と柔らかさが広がっています。次の吸う息でゆっくり大きく吸って、ゆっくりと吐いて、指先、足先を優しく動かして、意識を体に向けます。両膝を立てて、抱えるように胸に近づけます。そのまま右側に寝返りを打って、胎児のポーズで休みます。では、片手で床を押しながら、ご自分のペースでゆっくりと起きて座ります。胸の前で合掌します。ありがとうございました。これでヨガニドラを終わります。